こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、タバコポイ捨て禁止、あなたの人格が見えますっていうことですね。ちょっとまあ昨日も あったんですけどね、うちの店の前にね、車で撮った、結構いい年の親父さんなんですけどね、窓を開けてね、タバコの吸い殻っていうか、それまだ火ついてるんですよ。それをそのままポンと捨てる、そういう情けない人間まだいるんだなと、結構吸い殻落ちてますけどね、そのことについてちょっと、お話ししたいと思います。本当にね、最低の人間だけですよね、やるね。火つけてるんですよね、火ついてるんですよ。火事になったらどうするんですかね。で、皮肉なことにね、今日の午前中、ボーイスカートの子供たちがね、奉仕活動でね、一種の奉仕活動で、そのゴミ拾い、吸い殻、結構なんか袋にいっぱい入ってましたね。本当にね、そのバカな大人がそんなことやってね、そして子供がまた、もうけなげですよね、ミスターのも。もう本当にね、こういうことはやめてほしいですね。本当に、あなたの人格が見えます。もう人柄ですね。もう人間としてまず最低ですからね、そういう人は。もうはっきり言いましてね。もう絶対許せません。はい、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。